どうも皆さん、コンキキ、今日もアニメレビューの時間だよ。リュウさんは、黒い要素のある作品ってどうなん？たまに、マシュマロでも同じような質問もらうけど、私は、別に、そういう要素、好きでも嫌いでもないよ。でもあるやん、生々しいやつとかやと、うげってなっちゃわへん。よっぽどじゃない限りは、うげってならないかな。なんか、こう、ある程度以上いっちゃうと、ギャグにしか見えないような作品もあるし。ああ、なんか、作画とか演出の問題もあるやろうけど、過激な描写のはずなのになんか笑えるみたいな作品ありますよね。2000年代前半から2007年くらいまでは結構そういうダークで黒要素のある作品も多かったイメージだけど、最近は減った印象があるね。ゴンソさんが元気だった頃の深夜アニメ時代はそういう作品も多かったな。そんなわけで今日のレビューはこちら、平穏世代の伊賀天たちだよ。なんかキービジュアルとタイトルだけやとどんなアニメかわかりづらいですね。この作品も原作は異種族レビュアーズでおなじみの天原先生なんだ。あの異種族レビュアーズですか。令和の時代に攻めに攻めまくった作品だったことは皆さんもご承知だと思う。ということはこの作品も、この作品異種族レビュアーズ以上にいろいろな部分で攻めまくってる作品なんだ。期待大やな。1話冒頭からこの作品の世界観が語られるんだ。この世界には魔族と呼ばれるものが存在し、人類は滅亡の危機に陥ってた。そんな中で人類は祈ることしかできなかったんだ。勇者とかはおらへんのか。人類の祈りが届き、伊賀天という神々が現れたんだ。なんか最近別の作品でも伊賀天出てきましたね。出雲まで走らされるんか。神々は魔族たちを次々に倒し、魔族を封印するために一人の伊賀天を残し、封印の中に消えていったという歴史があるんだ。なるほど。つまり魔族と神々の戦いが終わってるんだ。今この世にいる伊賀天は一人を除いて魔族と戦ったことがない。今は平穏な時代なんやな。あ、だからタイトルが平穏世代なんか。うん、魔族との戦いの後にも伊賀天は生まれてるんだ。でも彼らは戦ったことがない。そんな彼らはいつか訪れるかもしれない魔族との戦いに備えて修行をしてるんだ。でも魔族は封印されちゃったんやろ。だからこそ修行をしてない伊賀天も多いんだ。修行は厳しくて地球を一周させられたり、ボコボコにされたり、血ヘロを吐きながら鍛えられてる。吐きすぎやろ。序盤から血液の描写は過剰と言ってもいいんだ。彼らは人の身体ではなく神の体を持つからこそ生半可なことでは死なない。だからこそ血がドバドバ出る。出すぎ出すぎ。序盤からこの作品はこういう作品ですよってのを見てる側に分かりやすく伝えてるんだ。1話のラストには性的な暴行シーンまである。うわあ、これはかなり人を選びそうやな。セクシーシーンではなく、簡単に言えばエログロなんだよね。臓器がブシャって出たりすることもあるし、暴行シーンもある。後半になれば、洗脳されるキャラクターも出てくる。結構過激な描写が多いんやな。うん、そんな人を選ぶ作品だからこそ、アニメの制作側も、人を選ぶ演出をかなり盛り込んでるんだ。どういうこと？まず、この色彩。うわぁ、なんやこの色。カラフルとかビビッドとかいうよりは、ケミカルって言った方が正しいような色彩で画面が彩られてる。これは、目がチカチカする配色やな。制作はマッパさんなんだけど、個人的には見ていて思い出したのはカラー、ガイナックスの今石監督作品のような感じだね。パンティ&ストッキングとか思い出しますね。それだけじゃなくシャフトみたいな演出もあるんだ。特に OP のアニメーションなんかはパニ、ポニダッシュをオマージュしてるんじゃって思うほどの演出がされてる。パニ、ポニダッシュ懐かしいですね。シャフトの大石達也さんやガイナックスの今石監督作品のような癖の強い演出をこの作品はあえて取り込んでるんだ。ケミカルかつ大胆な演出の数々はアニメーションとして純粋に見ていて面白くはあるんだけど、エログロ要素と相まってかなり人を選ぶ画面にはなっている。人を選ぶ要素のある作品やからこそアニメっていう媒体での表現も人を選ぶ演出にしとるってわけですか。うん、この作品は戦闘シーンも多いんだ。ドラゴンボールみたいにぶっ飛びまくる戦闘シーンはマッパらしいアニメーションになってると同時に、神の体を持つ伊賀天たちと魔族という神外の種族たち同士の戦いだからこそ血液ドバドバ、人体破損の朝飯前、夜の要素も盛りだくさん。一部の界隈には大受けしそうやな。そんな演出面と人を選ぶ要素盛りだくさんな作品なんだ。そしてそこに生きるキャラクターたちを演ずる声優さんはベテランばかり。ほう。主人公を演ずるのはパクロミさん。まさかの。主人公と同じ平穏世代の伊賀天でクールで頭脳派のキャラを演ずるのは尾形めぐみさん。すご。ヒロインを演ずるのは堀江由衣さん。これ本当に令和の作品ですか？90年代の作品ではないんですか？20年30年前ならあり得たキャストだけど、2021年に放送した作品のキャストとは思えないほど豪華声優陣なんだよね。ちなみに石田明さんも出るよ。林原めぐみさんも出とればエヴァが始まりそうやな。ストーリー的には800年ぶりに魔族が現れたところから物語が動き出すんだ。お、敵がちゃんとおるんやな。平穏世代の伊賀天がどう魔族に挑むのか、あっけなく腹を貫かれ、あっけなく首の骨を折られる。ボコボコや。
それでも彼らは死なない。戦ったことがないからこそ死なないことに疑問を抱くイダテンもいるんだけど、そんなイダテンに対し尾形めぐみ座を演ずるキャラが囁く。君も心臓を潰してみればわかるよ。あ、脳内再生余裕です。尾形めぐみさんの声だからこそクールなセリフが入るんだよね。熱血タイプの主人公を演ずるパクロミさん、ヒロイン感満載の堀江由衣さん、生半可な新人声優には出せないベテラン声優だからこその声の存在感と演技力が遺憾なく発揮されてる作品なんだ。なんかここまで聞くとすごい作品って感じやな。ただこの作品いろいろと欠点もあるんだ。例えば説明シーンの多さ。序盤から世界観の説明があり、イダテンがどう生まれるのかという説明があり、魔族が現れたら魔族という存在についての説明もある。説明ばっかりやな。基本的にキャラクターが思考して答えにたどり着く感じなんだ。魔族側に現れた魔王の存在は何なのか、イダテンたちはなぜ生まれるのかとか、彼らの考えをそのまま説明セリフで説明してるシーンがめちゃくちゃ多い。そこで制作側は考えた。ん？尺が足りないなら尺を作ればいい。何そのトンチみたいな。この作品は1クール全11話しかない。説明シーンをまともに描いてたら原作のほぼ最新話までは描けない。さ、最新話まで描くん？ちなみに何巻で撮るん？今のところ5巻まで出てるんだ。1巻あたりに3話ってところですか。説明シーンが多いからこそまともに描いてしまうと最新話にもたどり着けず、作品全体が説明シーンばっかりになってしまう。原作から説明シーンは多いんやな。そこをアニメではどうしてるん？高速説明を使う。は、キャラクターたちが何か説明するシーンだけ、いわゆる倍速再生みたいにして高速で説明シーンを描いてるんだ。くさ、倍速再生してアニメ見る人が増えてるってのはよく聞きますけど、アニメ側が一部のシーンとはいえそれを取り入れとるんか。実験してみたら 0.5 倍再生にしたらちょうどよかったよ。ただこの高速説明が結構頻繁にあって、普通の再生速度で聞いていても聞き取れないんだよね。ああ、説明シーンを省略したいのはわかるんやけど、聞き取れへんのは本末転倒やな。テンポを良くして話を進めたい、だからこそ説明シーンの尺を圧縮したいっていう気持ちもわかるんだけど、もうそれならカットしたり要約した方がいいんじゃないかとも思うんだ。難しいところやな。まあ説明をちゃんと聞きたかったらそのシーンだけ 0.5 倍再生にすればいいんだけどね。なんやろ、そう考えると斬新な尺の使い方かもしれへんな。尺が足りへんからカットする、要約するんやなく倍速再生にするってのは斬新な手法かもしれへん。この作品を倍速再生で見てる人がもしいたとすれば、説明シーンを聞き取ることはまず不可能だろうね。倍速の倍速やからな。ストーリーもやや淡々としてる部分があるんだ。800年という時間をかけて人間社会に入り込み、魔族を人間と融合させることで増やしていた魔王、そんな存在に気づいたイダテンたちが彼らを滅ぼすために動くっていうストーリーではあるんだ。なるほど、わかりやすいですね。設定の説明をしながらじわりじわりとストーリーが進んでいくんだ。特にイダテンたち、神の設定は面白い。彼らは人の救いから生まれた存在であり、人類を救うために存在する。でも別に人間が一人死のうが100人死のうがどうでもいい。え、彼らの存在理由はあくまで人類という種族そのものを絶滅させないことなんだ。なるほど。人間同士の争いには基本的には不寛容。国同士の争いがあっても勝った方の国の人間が繁栄するからどうでもいい。なんかこう普通の人間とは倫理観みたいなのがちゃうんやな。うん、どこか達観してる部分がある。人々が救いの声を神に届けようとしても神はそれを聞き入れない。神はいるけど人々が望むようには行動してくれないんだ。助けてって思い救いから神は生まれるんやけど、助けてくれるとは限らへん。なかなか理不尽やな。そんな神の倫理を描きつつ魔族の行動も描いているんだ。これ話の構成がすごい上手いんだよね。見れば見るほど魔族側がかわいそうになってくるんだ。イダテンたちは基本死なない。だけど魔族側は繁栄するためにも知能を得て人間の脳と身体を持っている。ということはイダテンより基本スペックが低いんやな。うん、イダテンたちは体が破損しても治る。だけど魔族は治らない。スペックの差がすごい。特に主人公たちの師匠であるリンは800年前から存在し、かつての魔族との戦いを経験してる。だからこそめちゃくちゃ強い。基本的に彼女が負けることはない。そこまで強いんか。序盤の段階で魔族側で1番か2番目に強いキャラがあっさり彼女に負けてるんだ。四天王の中で最弱やなく最強が挑んで負けとるんならもう勝つ目ないやん。彼女の圧倒的な強さを序盤で見せることで主人公たち、平穏世代のイダテンたちの力を測る物差しにもなってると同時に魔族側への同情を生むんだ。彼女にどう勝つんだろうと。確かにイダテンたちの倫理観は人とも魔族とも違う。魔族を殺すためならば人間の犠牲なんかどうでもいい。魔族が人間の脳を持ってるなら薬物を使い脳をいじくり洗脳までする。くさ、魔族側めっちゃかわいそう。ただでさえ勝てへんのに洗脳まで。イダテン、そしてリンという絶対的な強者、自分たちよりも上位の
捕食者と言えるような存在がいるからこそ、魔族たちも種族としての本能が刺激されるんだ。本能とは？生き残るために、種族全体を生かすためにはどうすればいいのか。我が子を戦場から逃し、種族が滅びないように行動する彼ら、同族を守るためにも伊賀天に立ち向かうんだ。あかん、もう、どっちが主人公サイドなんかわからへんやん。この作品、弱肉強食や生存本能、種としての保存と自然みたいなものがテーマにあると思うんだ。どういうこと？例えば、人間は基本的に無力で、魔族に勝つことはできないし、伊賀天にも当然勝てない。伊賀天がいなければ、魔族に絶滅させられてしまう。一方で、伊賀天は絶対的な強者だけど、数は少なく、人間の思いがなければ生まれない。魔族は、人間よりも数は少ないけど、伊賀天よりは多い。だけど伊賀天にはかなわない。うまいことバランスが取れとるんやな。うん、進化の過程みたいなのも描いてる。特に、魔族は、最初は知恵さえ持ってなかったけど、とある人物のおかげで知恵を持ち、成長する術と知力という新たな力を手に入れた。おお、なんかそう見ると面白いな。ということは魔族は勝てるんか。終盤で、魔族の9割は滅ぼされてしまうんだ。絶滅危惧種になってしまうた。だけど、そういう絶滅危惧種になった生物こそ、生き残った者こそが、生き残るべくして残ったからこそ、反撃の呪しが上がるんだ。おお。神と魔族の戦いはこれから、魔族の反撃は始まったというところで、物語は終わる。は、この作品の最大の欠点はここなんだ。めちゃくちゃモヤモヤしたラストで終わるんだよ。神と魔族の戦いはどうなるん？わからない。そもそも原作ストックがない。そんな殺生な。主人公側、正義に見えていた点、だけど、話が進んでくると、本来は、敵であり悪であるはずの魔族に感情移入してしまう。ストーリー展開からの、魔族の逆転っていうストーリーは、本当に面白い。うまいストーリー構成やな。1クールで、原作をほぼ使い尽くす。ストーリー構成にするための、高速説明だったりは、賛否が分かれるところだし、エログロ要素の数々は、人を選ぶところでもある。そういう要素あるだけで、あかんって人もいるからな。倫理観に欠けた伊賀天と魔族の尖ったキャラクターたちは魅力的で、一人一人のキャラの印象がしっかりつく描写は本当に素晴らしいんだ。ええ部分もあるんやけど、好みの問題も大きそうやな。それにラストが。いろいろな意味で、挑戦的な作品だなって感じるんだ。ただ、歯切れの悪すぎるモヤモヤしたラストは、うーんってなっちゃうんだよね。未完で終わるのは1クールって、尺の都合上しゃあなしかもしれへんけど、区切りがいいとは、言えへんのが問題なんやな。なんで、このタイミングでアニメ化なんだろうなって感じなんだよね。これで、2期が来年やります、みたいな感じだったらいいんだけど、原作ストックがない状態だし、原作のウェブ漫画も2016年から止まってる。ええ。2021年は、この作品も原画をしてるクール狂信者さんの作品が多くアニメ化されてて、その流れでこの作品もって感じなのかもしれないんだけどね。いろいろとモヤモヤしますね。いつかアニメでこの続きが見れることを期待したいよ。ほなまた次回。じゃん。